写真拡大。終戦直後の1946年にセネターズとしてプロ野球に参戦した日本ハムファイターズは、1950年、2リーグ分立の年から春季キャンプを始めた。1950年当時は東急フライヤーズ。小田原小峰野球場現在は内で春季キャンプを張った。赤バットの川上哲司と共に青バットで人気だった大スター大下弘も参加している。1954年からは東映フライヤーズに。この時期は草薙球場、伊藤スタジアムなど静岡県で春季キャンプを行うことが多かった。1959年の春には大打者張本くんも伊藤スタジアムでプロのスタートを切っている。チームは日卓、日本ハムと親会社が変わったが、1975年まで伊藤スタジアムで春季キャンプを行った。1976年には親会社日本ハムの創業の地である徳島県の鳴門で春季キャンプを張り、1978年には沖縄県名護市でキャンプを行う。沖縄県は1972年に日本に復帰したものの、この時期まで沖縄でキャンプを張ったプロ野球チームはなかった。しかし、1975年の沖縄国際海洋博に向けて道路の整備が進んでおり、同年には名護市営球場が開場した。名護市は県庁所在地の那覇市から70キロ離れていたが、沖縄自動車道が整備され1時間ほどで行くことができるようになった。当初は名護市でのキャンプは投手陣だけで、野手陣は徳島県鳴門市でキャンプを続けていたが、1981年からチーム全体が名護市でキャンプを行うように。1986-87年にはフロリダ州デルレー、サラソタでキャンプを張るが、それ以外の年は名護市でキャンプを実施。2013年には大谷翔平が入団した日本ハム。人気球団は名護キャンプに多くのファンを集めるようになっており、出店も多く、日本ハム2軍の本拠地である千葉県鎌ケ谷市も PR のためにブースを出していた。しかし開場から42年経って名護市営球場は老朽化が進んだために、2017年3月から全面建て替えを行うことが決定。日本ハムの一軍は2016年から米アリゾナ州ピオリアで1次キャンプを行い、2次キャンプは海銀スタジアム国頭で行うようになった。2軍は以前と同様海銀スタジアム国頭。そして2018年から一軍は米アリゾナ州スコッツデールで一時キャンプを行っている。海銀スタジアムのある国頭村は沖縄本島最北端の自治体。那覇市からは100キロ離れ、車で1時間40分かかる。砂浜が広がる美しい立地だが、店舗数も少なく、名護市営球場の賑わいに比べれば、やや寂しい印象もある。しかし、山原やんばる。沖縄本島北部地域の自然を満喫しながらの春季キャンプは格別だ。今季は、甲子園を沸かせた吉田明星もこの地で指導する。時間にゆとりがあれば、行ってみてはいかがだろうか。広明。小広。